平野紫仕様の、黒詐欺での演技、共演者とファンからの賞賛の嵐。ドラマ、黒詐欺 TBSK に主演し、キング・リンチェのメンバーとしても活躍する平野仕様が12月3日に放送された情報番組王様のブランチに出演し共演者の黒島ケツナ・ミューラ、ととの撮影現場でのエピソードを披露しファンを驚かせましたた。 平野紫仕様は、詐欺師を演じる役どころで、経済用語のセリフが多いにもかかわらず、NG をほとんど出さないという驚異的な演技力を発揮していることが明らかになり、共演者やファンから大絶賛されました。ドラマ内では、専門的な経済用語をこなす平野仕様ですが、共演者の黒島哲那は、本番で NG を出したのを、見たことがない気がします。 テストとかドライ、カメラなしで行うリハーサルでは、名前を呼び間違えたりはあるんですけど、すごいな、こんなに忙しいのに、と思って、と、称賛しました。また、三浦智和も、ものすごい説明セリフの連続ですからね。それを覚えきって、NG がほぼないってすごいことですね。自童がいいんですよ、と同意し、平野の演技力を絶賛しました。 一方、平野の仕様は謙遜しながらも、いやいやいや、ごめんなさい。すごい心が痛くて、ちゃんと NG 出してます。スタッフさんが皆さん、優しいから漏洩してないだけ、とコメントしました。しかし、ネット上ではファンからの声援が相次ぎました。NG なし。それだけ努力してる証拠だね。歌もダンスもそうなんでしょうね。すごいし、かっこよすぎる。 さすがですね。NG 出すと皆さんに迷惑がかかると、超セリフも頑張って覚えてるんでしょうね。本当に常に周りを思い、努力する紫王くんを尊敬します。こんな大御所の方に見抜いてもらえてたのが嬉しい。平野ファンも彼の努力と真剣さに感銘を受けていることが伺えます。 ヒラの仕様は国宝級のイケメンとして知られていますが、一方で天然キャラとしても有名です。エイプリルフールをエリンギプールと言ったり、ロケ地の町田をタマチと言い間違えたり、台本に書かれたよがいいと逆になっていたこともあります。しかし、ヒラの仕様の天然キャラとは裏腹に、 彼の演技力と努力は想像以上に高いものであることが明らかになりました。実際、別の番組では接続詞を間違えて NG を出したエピソードを披露し、主演俳優であるにもかかわらず、セリフを忘れることなく役に集中していることを語っています。 特にご話以降、ドラマが急激に濃厚になっているため、セリフの覚え込みに時間を割いていることを明かしました。王様のブランチで三浦智和から名前の仕様の読み方を尋ねられた、再平夜は相変わらずの返答を、しぼくもわからないんですよと答えました。しかし、その真摯な姿勢と演技力に、ファンは一層感銘を受けたようです。結論。 平野紫耀のドラマ、クロサギでの演技力と、ほぼ NG なしで真剣に役に臨む姿勢について、共演者やファンから大絶賛の声が上がっています。一方で、彼の天然キャラとのギャップも話題となっており、その魅力は多岐にわたっています。平野紫耀は演技力と努力を兼ね備えた俳優として、今後も注目を浴びることでしょう。今後も、